ツーリングからの餃子定食。はい、ブドウライダーみっちゃんねるの佐藤です。今日も京都で朝もこっぱやくからちょっと山の方バイクで走ってたんだけど、やっぱ早い時間はいいよね。人も車も少なくってさ、日曜日なんか特に昼に近づけば近づくほど人も車もゴミゴミごちゃごちゃしてくっからね。せっかくバイクで走ってるっつーのに渋滞に巻き込まれたんでは爽快感が一切ないからね。今年ももう秋になっちゃったし、おそらく年内中に気持ちよくバイクで走れる日もどんどん少なくなっちゃってるだろうしね。話は変わっけど、ちょっと小耳に挟んだ噂では街中の方で餃子のフェス的なやつをやってるらしいんだよね。餃子祭り的な、ちょっと行ってみようかなという気持ちもないわけではなかったんだけど、若干今日は気持ちがアクティブになりきれなかったね。最近腰痛もなかなかひどいしね。職場では朝に健康観察簿に腰痛って記入してんのにさ、なぜか腰を酷使するような仕事ばっかりやらせられてんだよね。絶対あれ誰も見てねえだろうとか思いつつ、とどめは水曜日と金曜日の日本拳法道場トレーニング。もうアラフィフには結構過激だよね。とはいえまだまだ若いもんに負けるわけにはいかないんでね。若いもんに負けるわけにはいかないなんてついこの前まで言われる立場だと思ってたら、いつの間にやら言う立場になってたんだね。とかなんとか言っている間に黒龍飯店に到着。仕事で虹の丘に来た時はよくここでランチしてたんだけど、プライベートじゃめったには来ないんだけどね。今日はなんか町中華の気分っていうか、餃子祭りに行かない分中華屋さんで餃子を食べようかなと思ってさ。黒龍飯店の餃子はまだ食べたことがないからね俺。そんじゃまメニューオーバー拝見しますかね。結構メニューが豊富な割に定食は6種類と意外に少ない。餃子定食お願いします。はい、唐揚げ定食とか増やしてもらえると俺的には結構嬉しいんだけどね。まあそこ行ってる間に餃子定食やってまいりました。タレをたっぷりつけて白米への謎のバウンドからのいただきます。うまし。想像していた以上のクオリティでした。っていうか仕事でランチに来るイメージだったんで、腹を満たすことだけを考えていて、味のイメージが固まっていないところへのカウンターパンチ。うまいじゃないですか黒龍飯店の餃子定食。白米もうまい。そんで中華スープなのが嬉しいよね。よく中華料理屋の定食でついてくんのが卵スープの場合があるんだけど、俺は断然中華スープ派です。そういった意味でもこの黒龍飯店俺のハートをがっちりキャッチ。たばりませんだ。もう正直に言うけど、はっきり言ってビールが飲みたい。この餃子と中華スープを当てにキンキンに冷えた瓶ビールをグラスに注いでキューッと一杯やったらもう最高だろうね。残念だけどそれができないのがライダーの泣きどころ。仕方がねえからもう食って食って食いまくるしかねえっちゃね。飲みたい時はどこまでも歩いていく。不動ライダー3つの佐藤でした。助けてー。出たな、イノショッカー変身。ウェイトウヒラッチョ。かまってちゃんはいい加減にしろ。